救急救命士とは病院への搬送途上に限り、傷病者に対し救急車にて救急救命処置を施し、速やかに大型病院へ搬送することを目的とした国家資格の名称。日本の法律上でのアルファベット表記はエマージェンシーライフ・セービングテクニシャン。英語の一般的な呼称はパラメディックである。本校では突起がない限り、 日本の救急救命士制度について述べる。救急救命士法第2条にて厚生労働大臣の免許を受けて医師の指示のもとに救急救命処置を行うことをうとするものと記されている。全国の自治体消防本部の救急隊の救急車に常時最低1名乗車させることを目標とされている。救急救命士が活動するための構造になっている。 救急車を高規格救急車という。救急救命士は救急車等に乗車して現場に向かい、傷病者に観察、処置を施しながら医療機関まで搬送するプレホスピタルケアを担う。この病院前救護の質を高めることが救急救命士の大きな目的の一つであり、心肺停止を含む重症傷病者に対して適切な処置を実施することは、 救命率の向上につながる。また、救急隊員の指導、育成や医療機関との連携強化も重要な役割である。かつては、救急隊員は医師でないため、医療行為を行うことはできないとする日本の法制度上の制限により、救急搬送時の医療行為が一切禁止されていた。しかし、諸外国に比べて低い心肺停止患者の救命率や社会復帰率、 目の前で苦しんでいる人間がいるのに、法律の壁によって手を差し伸べることができず、患者の周囲からは厳しい言葉で責められる、現場救急隊員の実情を目の当たりにした、当時の東京消防庁救急担当士官であった、竹井勝則が雑誌、暮らしの手帳に投稿を行ったことや、1989年から約2年にわたりフジテレビの報道番組、FNN スーパータイム、週末において、 黒岩有事の旗振りで救急医療の現場や救急救命士の必要性を訴える特集を放送していた。それらのことが世論の反応を呼び、1991年4月23日に救急救命士法が制定されて制度化された。救急救命士は前期の通り、1989年に東京消防庁救急担当士官の竹井克則が日本医師会で、 このままでは大変なことになりますと訴えた。それに共感した日本以下、大学附属病院高度救命救急センターの医師、准教授、山本康弘などが法律が改正される日のために東京都内の救急隊員を集め、機関内送還点滴、電気ショックなどの指導を行った。救急救命士の業務、範囲概念図救急救命処置とは、 その症状が著しく悪化する恐れがあり、またはその生命が危険な状態にある症病者、以下、重度症病者という。が病院または診療所に搬送されるまでの間に、当該重度症病者に対して行われる軌道の確保、心拍の回復その他の処置であって、当該重度症病者の症状の著しい悪化を防止し、またはその生命の危険を回避するために緊急に、 必要なものと定義されている。救急救命処置は保健師助産師看護師法によって規定されている看護師の独占業務である診療の補助にあたるが救急救命司法第43条で保健師助産師看護師法の規定に関わらず診療の補助として救急救命処置を行うことを行うとすることができると定められている。これは法律によって 一定の条件下において看護師の診療の補助業務の独占を一部解除することによって他の医療資格であっても補助未法の規定に関わらず診療の補助の一部を業とすることができるもので臨床検査技師や作業療法士なども同様である以下に救急救命処置の範囲を示す上記の救急救命処置の中で一部のものは特定行為として制限されている 特定行為を行う際には、オンラインメディカルコントロールにより、医師の具体的な指示を受けなければならない。すなわち、救急救命士が現場にて特定行為の適用であると判断した場合、地域のメディカルコントロール担当医師に電話などで直接指示を要請し、その医師の指示に従って、処置を行うということである。ただし、 東日本大震災に伴う救援活動の際には通信事情の問題から医師の具体的指示が得られない場合特定行為を行うことの違法性は阻却されうるとの見解が厚生労働省医政局によって示された指示を出す医師に医師免許以外の資格は必要ないが主に地域メディカルコントロール体制下で指導医またはメディカルコントロール医師が指示を出すことになる 以下に医師の具体的指示を必要とする救急救命処置を挙げる。従来の特定行為は心肺停止状態の傷病者でなければ行うことができなかった。しかし、平成26年4月1日の救急救命司法、施行規則の改正に伴い、心肺停止前の上脈炉確保及び有益、低血糖発作症例への武道投与液の投与が認められた。 これら特定行為の拡大は2001年秋田市消防本部の救急救命士が日常的に帰還送還を実施していた実態が判明したことが契機となっている。詳しくは帰還送還問題を参照。大規模災害や集団食中毒などによって多数の傷病者が発生した際には傷病者の重症度、緊急度によって搬送。 処置の順位を決めるトリアージを行う。トリアージ訓練を行う救急救命士救急救命士法施行規則の改正により救急救命士が行える行為の範囲が段階的に拡大されてきているところその技術を担保するためにメディカルコントロール体制による制限が設けられている。施行規則が改正、施行された場合にはそれ以前に免許を受けたものを 含めたすべての救急救命士について行える行為が拡大されるところ、地域メディカルコントロール協議会が認定を受けた者にしか医師の指示を出さないというプロトコールを設けることにより、一定の教育、過程を終了した者にしかそれらの行為をさせないという制度である。現在は、機関相関、薬剤投与、ビデオ高等教を用いた、機関相関、薬剤投与、 心肺機能停止状態でない傷病者に対する静脈炉確保がこの制度により制限されている。なお、アドレナリン投与、ブドウ投与液投与、心肺機能停止状態でない症病者に対する静脈炉確保については、施行規則改正後に陽性教育を受けている者が、新たに認定を受ける必要はないが、認定救急救命士と同様の処置を行うための登録が必要となる。 認定または登録は都道府県メディカルコントロール協議会が行う。メディカルコントロールとは病院前救護における救急隊員が行う医療サービスの質を管理する体制である。本来医師が救急現場に出向き治療を行うのが理想であるがあまり現実的ではない。このため救急救命士を含めた救急隊員が医師の代わりに処置を行うことになる。 この処置の中には、異行為に該当するものも多くあり、医師により指導、管理され、質が保たれていなければならない。各都道府県、地域にメディカルコントロール協議会が存在するそこに所属する医師によって、救急隊員の教育、研修、実際に処置を行う、際の指示や助言、処置の事後検証などが行われており、救急隊員の質が管理されている。 メディカルコントロールには直接的メディカルコントロールと間接的メディカルコントロールがある。直接的メディカルコントロールメディカルコントロール医師が電話などで直接処置の指示や助言を行うもの。上記の特定行為を行う際にはオンラインで医師に指示を要請する必要がある。間接的メディカルコントロール救急隊員の教育、プロトコールの策定、検討。 救急隊員による処置の評価、検証、救急医療体制の向上策の検討などが挙げられる。医師の具体的指示を必要としない処置は、プロトコールによって事前に医師の指示が示されており、これに基づいて行われる。プロトコールは各地域ごとに定められており、内容が異なっている。消防機関に属さない救急救命士は、 救急救命士全体の三十七パーセントであるが、ここから、海上保安庁、自衛隊、警察に属する救急救命士を除いたものが、民間救急救命士である。民間救急救命士は、主として、警備会社、病院、民間搬送機関に所属することが多い。消防機関に属さない場合は一部の医療行為が制限されるが、ベテランであれば、患者搬送の補助や、 救命講習の指導役などに経験を活かせるため、一部の病院が消防局を定年退職した資格者を積極的に採用している。厚生労働省では、救急救命士法における消防に属さない、救急救命士の活用範囲として、役場救急での活用以外にも、地域包括ケアシステムでの活用、集客施設、イベントでの活用、 救命センター等病院での活用を例に挙げている。今後は、消防機関退職後の救急救命士の活用や、新たな領域においても、医療資格を有する病院前のスペシャリストである、救急救命士の活用といった活用が、検討されている。救急救命士国家試験を、参照救急救命士国家試験の受験資格は、 救急救命士法第34条で規定された救急救命士要請書で履修したものに与えられる。詳しくは救急救命士国家試験受験資格を参照。地域別は救急救命士要請書のページを参照を書く、消防機関より救急隊員として5年もしくは2000時間の実務経験を有する者が事例により入所し要請される。 など救急ドキュメンタリー救急救命士誕生アーカイブド2011年5月3日アット・ザ・ウェイ・バック・マシン救急救命処置の範囲等についての一部改正について厚生労働上位政局指導課、救急救命士の特定行為の取り扱いについて2012年1月29日閲覧救急救命士の業務のあり方等に関する検討会の答申を受けて加えられた 救急救命士法施行規則第21条第3号の規定に基づき構成、労働大臣の指定する薬剤平成17年3月10日、厚生労働省告示第65号、ABC 救急救命士法施行規則の一部を改正する朝礼等の施行について、総務省消防庁救急救命士及び救急救命士運用体の推移、 救急救命士コース提供平成大学、米国アーカン総集 EMS 編、一般社団法人日本救急救命士協会、日本救急システム、宮崎、三里町が、救急活動を民間委託 ABCD 田中、修司。消防機関以外に属する救急救命士の、利活用の現状救急救命士業務の質向上と、担保のあり方地域の消防との連携について、 厚生労働省。2019年3月22日閲覧。仙台オープン病院。経験豊富な退職救命士を積極採用。使える。技術制限も過北新法全国救急救命士。教育施設協議会。東京アカデミー医療系学校コンテンツ。救急救命士学校一覧リンク。ありがとうございます。